Sir Norman Yuki。あれ、自動会館、どっちが入り口？向こう側かな、入り口は。あれ、相川の小学校。会社になってんのか。縫製会社。鳴川縫製。内側には行けなくなってる。内側は。北側の保育所になってる。これが多分元小学校の跡だと思うんですけど、明かりがついてるかな。みんな働いてるみたいですね。こういう感じですね。で、ここはもともと北川保育所で、もう跡が残ってないのかな。外国人の人が働いてるようなイメージも受けましたね。出ないですね。石碑とか。パッと見たらやっぱりここが小学校の運動場のような気がしますけどね。誰かに聞かないとわからないかもしれないけど、今通りがかられたから聞こうかなと思ったんですけどね。あ、書いてるわ。記念碑って。もう学校の跡地として残ってるかな。地域の広場になってるって書いてますけど、あれ全部あれかな、外国人の人だったりするのかな。政治家として商売とか。ここに記念碑みたいなの立ってるな。全くわからんね。竣工とか聞いて、これは道だな。ここが廃校の跡かは、ちょっと、もうちょっと確認しないといけませんけど。まあ、保育園が横にあるから、ここは小学校だった可能性は高いですね。そこが学校の広場だったんですね。運動場だったんです。で、ここが木造の校舎で、で、奥が幼稚園だったということですね。今は北側のスポレク広場ということになっております。どれぐらいの校舎、あれが木造の校舎以外にもあったのですか？あったらしい。私来た時にはもうなかったんですけど。なかったんですか？主人とかがここが母校でいました。ああ、なるほど。旦那さんが。もう今はテニスコートみたいになってますもんね。テニスコート、今は何や、プロなんとか。ああ、なんか変えてましたね、北側。まあ、あれですか、外国人の。あ、私は鹿児島から来て、廃校をちょっと回ってるんですけど、はい。
最高、いいですよね。いいです、いいです。おっしゃる通り、うん。再利用されてるところと、ずっと宇和島の方から、ちょっと八幡から回ってきたんですけど、うん、そうですか。再利用されてるところもあったり、まあ、ここも再利用ということでしょうね。ね、学校、最初、保育園があって、ね。あ、こっちですよね。はいはい。やっぱり子供たちおらんなって、はい、保育園もなくなって、結局法制、うん、工場に。ここはどうでしょう、高齢は進まれてるんですか、それともまだ幹線道路だったりするから、ここに学校がないだけで子供らの声はまた聞こえたりとか。奥にまだね、子供らがおりますので。ああ、いいですね。通っておりますよ、2、3人。バスですか、バス車。ああ、それはいいですね。地下ショーまでね。はい。やっぱりこの木とかも当時のあれがあるんでしょうね。樹齢 何千何百年でしょうね。はい、金木犀です。金木犀です。ほな、うん、秋の季節にすごくいい香りが。そうですよ。そしてもう一度来たら桜がそこね。ああ、横にですね、うん。このテニスコートは誰が使ってるんでしょうね。よそから、利用されて。来る人、やっぱ、知ってね、はい、ここにテニスコートがあるとか。ああ。これ、地元の人よりかよそから来た。ああ、そうですか。なんか旅行の時とかっていうことですか。いや、そうやなくね、町内の人が、はい、戦い、あ、ですか。そういう、うん、なんて言うんでしょうか。そういう人、ね、はい、コンテストみたいな。ね、ああ、なるほど。プレハク、何って書いてありました、もう一回私なんかクレストなんとかって書いてたような、ちょっと私も一回では覚えないぐらいのややこしい名前だなと思って私も、はい、もう一回見に行って今日作ろうと思ってああそうなんですね、もう青木ふむとかも、はい、青い芽が出したもんね。ああ、もうあれですか、お子さんとかはもうここではなかったってことですか、もうだいぶ 前なんですね。私子供遅かったんで、はい、保育園はここへ来ました。あ、ここの保育園で、ここは1970年代ぐらいでしょうね、亡くなったのがもうか80年代の。多分ね。私来た時にはもうなかったし、主人はここを6年生まで来ていました。ああ、なら通られると思い出がパッと蘇るかもしれませんね。ね、はい、こう廃校に残る記念樹、秋高市も入選したんです。はい、そして、ホトトギス、何回も言うように、はいはいはい、廃校前の顕彰碑、その顕彰碑はその、やっぱここの卒業生の人が町長になられたんです。あ、そうなんですか。顕彰碑だったんですか。へぇー、あ、県庁、この卒業生の人が、卒業の人が、やっぱり、どちらの顕彰碑。はあ、松浦純一さん、ここからちょっと奥松浦純一さんですか、善一さん、善一さんの人ですかね、はあ、これは新しく結構新しめですね、これは消防団かなんか、はあ、あ、どうぞすいません、はるかって、はい、私も車はそこなの で、はい、あ、どうですか、はあはあ、もうでも時代がどんどん移り変わりますから、なんか足早に過ぎていくような感じですね。多分死なないけど、死なないけど死なないですが、なんかそのね、体が痛かったりするのはちょっともう困りますよね。多分小学校がある時は幼稚園がセットでお母さんたちは便利だったんでしょうけど、幼稚園は別に、はい、ここが廃校になってから幼稚園がここに建った、これが幼稚園、あ、これがなくなってからこれができたんですか、で今集会所に、あ、集会所で使ってるんですね、うん、ちょっとしたあ、植えてますもんね、うん、皆さんが立派なものが結構壊されたりとか、この赤目菓子はね、うちとかが、はい、赤目菓子定年になった時に植えた